はい、秋ゲームズです。バージョン 2.6 で実装された三冠幽谷秘境の解放方法を解説したいと思います。今はマップで見るとこの辺りになりますが、秘境がある方向には壁があり進むことができないといった状況になります。まずは今立っている場所への行き方を説明します。双眼巨猿の七天神像にワープしていただき、そこから北東方向に向かって進んでいきます。崖の端にある斜めになっている木の手前あたりから斜め右方向に飛び降りていくと、先ほど立っていたところの奥に見えていたヒルタールたちがいるので近づいていきます。まずヒルチャールたちを倒します。倒したところまでカットします。はい、ということでヒルチャールたちを倒して封印されていた宝箱を取ったところです。キャラは岩主人公がおすすめなので、岩主人公に切り替えた上でまず全体の説明をさせていただきます。秘境へ続く壁をギミックを解除することにより壊していきますが、手順はまずすぐ近くにある重量ギミックのところに岩主人公の元素スキルを置きます。次に南東方向にある黄色いぐるぐるが巻きついている岩のところへ移動し、岩主人公の元素スキルを置きます。そうすると岩元素創造物による共鳴が発生し、秘境へ続く壁を破壊してくれます。早速やっていきますが、まず重量ギミックのところに岩主人公の元素スキルの岩を置きます。そうすると輪っかが出てくるので、それを使って黄色いぐるぐるが巻きついた岩のところへ移動していきます。宝箱が出ているのでそれを取ってから岩主人公の元素スキルの岩を置きます。そうするとパイモンが少し喋って岩元素創造物の共鳴が発生します。共鳴の衝撃波が秘境への壁に到達するとムービーシーンが入って壁が破壊されます。アチーブメントも達成できます。壊れた壁のところから奥へ進んでいくと秘境を解放することができます。ギミックを解除する方法は他にもありますが、岩主人公を使う方法が誰にでもできて簡単なのでおすすめです。このチャンネルではギミックの解説や素材の回収ルートなど旅人の皆様のお役に立てるような動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録・高評価の方をお願いいたします。またニルダムでは毎日ライブ配信、ツイッターでは最新の情報をつぶやいたりしております。また法要ラボでも記事を書いたりしていますので、よろしければ概要欄のリンクの方からお越しください。では